2チャンライダープラモデルを作る。もしもし。お前がそろそろ席につけ、先生が来るぞ。学校かよ、この距離で電話いらないだろ。おう、わかった。突っ込めよ。っていうかみんな、先生来るの知ってたのか。その後、みんなは席に座った。どんな先生なんだ、バーコード。プラモデルを教えてくれるチェリシーってやつだぜ。チェリシー、初めて聞いた名前だな。あと、俺の友でもあるんだぜ。そうなのか。先生、そろそろ来るよ。おはよう、諸君。今日は俺がプラモデルについて教えてやる。お前誰だ。自己紹介が遅れたな。俺の名はチェリシーだ。お、よろしくチェルシー。チェルシーじゃない、俺はそもそも女じゃないから。で、何やるんだ。そうだった、じゃあ本題へ行くとしようか。プラモデルの作り方を教えてやれ。いや、そのために来たから。プラモデルで有名なやつみんな知ってるか。有名なやつ、とりあえず君から言ってみろ。ガンダム。銀さん、そこはもうちょっと譲ってくれよ。え、なんで。俺ガンダムしか知らないんだよ。固定放題コード、それはないと思うけどな。あとはガンダゲリオンってやつもあったな。ねえよ、そんなものを。デンさん、エヴァンゲリオンとガンダムをくっつけるのはやめておけ。あの、まだ何も言ってないんですけど。あれ、いつから俺の隣にいたんだ。あ、すまない、いつからそこにいたんだ。いや、気づけよチェルシー。人のことを言える立場なのだろうか。戦車とかは。それもあったな。戦車プラモデル知らないの、チェルシー。先生、一番簡単なプラモデルって何ですか。ただ面倒なだけだろ、将軍。そしてその後、みんなはチェルシーではなくチェリシーの説明などを聞いて、プラモデルについて少しずつ分かってきた様子。そして完成後。